ジョン・ジェイ・マクロイは、アメリカ合衆国の弁護士、外交官、銀行家、大統領顧問である。第二次世界大戦中は、ヘンリー・スティムソンの下で、陸軍時間補を務め、ドイツの妨害工作、北アフリカ戦線における政治的緊張、日本への原子爆弾投下への反対などの問題に対処した。戦後は、世界銀行総裁、対ドイツ高等弁務官、 チェイスマンハッタン銀行会長、外交問題評議会議長、ウォーレン委員会員、フランクリン・ルーズベルトからロナルド・レーガンまでの歴代大統領の顧問を務めた。今日、マクロイはザワイズメンと呼ばれる外交政策確立のための長老グループの一員として記憶されている。このグループは、超党派生、現実的な国際主義、 ヒーデオロギー的傾向を特徴とする政治家のグループである。ジョン・マクロイは、ジョン・ジェーマクロイとアンナ・マクロイの息子として、ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれた。父は保険業を営んでいたが、マクロイが5歳の時に亡くなった。母はフィラデルフィアで美容師をしており、上流階級の顧客が多かった。マクロイの家庭は貧しかった。マクロイは後に、 自分のことを線路の悪い方の側で育ったとエスタブリッシュメントの中でもアウトサイダーであると表現している。出生時の名前はジョン・スネーダー・マクロイだったが、後に貴族的な響きを出すためにジョン・ジェイ・マクロイに改名している。マクロイはニュージャージー州のペディースクールで教育を受け、アマースト大学を1916年に卒業した。平凡な学生だった彼は、 テニスを得意とし、全米のエリートの子息たちの中で順調に成長していった。マクロイは、1916年に、ハーバードロースクールに入学したが、平均的な学生だった。そんな彼が大きな影響を受けたのが、プラッツバーグ準備キャンプでの体験だった。1917年に、アメリカが第一次世界大戦に参戦に突入すると、マクロイは5月に陸軍に入隊し、 ニューヨーク州、プラッツバーグで訓練を受け、1917年8月15日に、砲兵大将位に任命された。同年12月29日には中尉に昇進した。1918年5月、第85不評師団第160野戦砲兵旅団司令官である GH プレストン巡将の補佐官に任命された。1918年7月29日、 アメリカ外政軍としてフランスに向けて出港した。戦争末期にはムーズ・アルゴンヌ構成で砲兵隊の指揮官として戦闘に参加した。1918年11月の休戦後、1919年3月1日にフランスオートイコール・マルヌ県、昭門のアフ総司令部に転属した。その後、ドイツ・トリアの前進総司令部に派遣され、6月29日に 大意に昇進した。マクロイは7月20日にアメリカに帰国し、1919年8月15日に陸軍を退役した。その後、ハーバード大学に戻り、1921年に LLB の学位を取得した。連合国への武器供給を阻止するため、ドイツの秘密工作員が軍需工場を破壊した。これはブラックトム爆発事件の余波であり、 ジョン・マクロイが摘発に協力した。マクロイはニューヨークに渡り、当時全米でも有数の法律事務所であった、カドワラ・ダーウィッカー・シャム・タフト法律事務所のアソシエートとなった。1924年には、クラバス、ヘンダーソン・デー・ガーズド・オフ法律事務所に移籍し、セントポール鉄道など多くの富裕層のクライアントを担当した。1934年、 1916年のブラックトム爆発事件についてマクロイは新たな証拠を見つけドイツへの損害賠償請求訴訟を再開した。マクロイはナチスドイツの企業のために多くの仕事をし、後にチクロンビーを製造したことで知られるドイツの大手科学産業トラスト IG ファルベンに助言を与えた。1940年に政府の仕事に就いた時点でマクロイの年収は 約4万5千ドル、貯金は10万6千ドルに達していた。第一次世界大戦中の破壊工作事件の訴訟に関わったことで、情報問題やドイツ事情に強い関心を持つようになった。1945年、ポツダム会談に出席するため、ベルリンのガトー空軍基地に到着したマクロイガトー空軍基地で、マクロイを出迎えるヘンリー・スティムソン。 陸軍長官アメリカ合衆国陸軍長官ヘンリー・スティムソンは1940年9月にコンサルタントとしてマクロイを雇った。マクロイは共和党支持者で同年11月に予定されている大統領選挙で民主党のフライ・クリン・ルーズベルトのことを支持していなかったが戦争計画に没頭するようになった。スティムソンがマクロイに特に関心を持ったのは マクロイがブラックトム事件でドイツの破壊工作に精通していたからである。スティームソンは台米戦争が勃発すればドイツは再びアメリカのインフラを破壊しようとするだろうと考えていた。1941年4月22日、マクロイは陸軍時間補となったが、特に陸軍の軍需物資の購入、レンドリース、徴兵制、徴法や破壊工作の問題など、 文明的な役割しか追っていなかった。戦争が始まると、マクロイはアメリカ軍の優先順位を決める上で重要な発言力を持ち、いくつかの重要な決定に重要な役割を果たした。戦時中のマクロイはペンタゴンの建設や、後に中央情報局となる戦略情報局の設立など政府のタスクフォースに参加し、国際連合や 戦争犯罪法廷の提案も言った。また国家安全保障会議の前身組織の議長も務めた。1942年2月、マクロイはアメリカ西海岸の日系人の強制収容の決定に大きく関わった。これはマクロイが妨害工作対策に関わっていたことが関連している。カイバードはマクロイの電気の中で次のように書いている。 大統領がスティムソンを通じてマクロイに委任したのだからこの決定は誰よりもマクロイに責任がある。現場の将軍たちは妨害行為を防ぐために日系人の集団移転を主張しており陸軍の G マイナスにもそれが必要だと結論づけていた。陸海軍の合同暗号解読プロジェクトマジックが解読したロサンゼルスの日本外交官の通信に我々は 情報収集のために飛行機工場で働いている偽医たちともつながっているというものがあったのも決め手となった。しかし海軍情報局は陸軍と意見が違っていた。ケネスリングル司令官が作成した同時報告書で鬼はスパイや破壊工作の疑いのある日系人のほとんどがすでに監視下に置かれていたり FBI に拘束されていたりすることを理由に 大量強制収容に反対すると主張していた。マクロイは収容所への強制収容を監督する責任があったが、収容所は民間機関が運営していた。これらの行為はアメリカ合衆国最高裁判所で満場一致で支持された。1945年になると司法のコンセンサスはかなり失われていた。フレッドコレマツが合衆国を相手に起こした訴訟で、 三人の判事が反対意見を述べた。この反対意見はフランク・マーフィー判事が先のゴードン・平林対死体合衆国事件での消極的な賛成意見を覆したことに端を発している。歴史学者のロジャー・ダニエルズによるとマクロイは強制収容の合憲性に関する司法判断の再開に強く反対していたという。この反対意見は1 9 4三年の 最高裁の審議で鬼のリングル報告書を意図的に隠蔽したことなど政府の不正行為を理由に平林事件、これ松事件などの刑事裁判の判決を覆すことにつながった。かつてのマクロイの同僚で平林事件で最高裁に提出する政府の準備書面の作成を担当した司法省の弁護士エドワード・アニスは1985年に シアトル連邦裁判所で行われた事故後新審査会での証言でマクロイの個人的な疑問を直接告発した。その結果、1987年第9巡回区構想裁判所において戦時中の日系人に対する外出禁止令や強制移住について3人の判事が満場一致で軍事的必要性よりも人種差別に基づくものと判断し、 それらと戦ってきたゴードン・平林をはじめとする日系人は完全に無罪となった。陸軍省は1944年末からずっとアウシュビッツに通じる鉄道路線や収容所内のガス室の爆撃を行ってナチスに捕らえられた囚人たちを救ってほしいという請願を受けていた。マクロイは1944年7月4日付で 戦争難民委員会のジョン・ダブルー・ペールに宛てた手紙で陸軍省としては提案されている空爆作戦は実行不可能であると考えている。それは現在決定的な作戦に従事している我が軍の成功に不可欠なかなりの航空支援を転用することによってのみ実行可能であり、いずれにしてもその効果は疑わしいものであり。 実用的なプロジェクトにはならないだろうと述べた。マクロイは陸軍航空軍に対する直接的な権限を持っていなかったため、陸軍航空軍の目標設定を覆すことはできなかった。ハップ・アーノルド将軍率いる陸軍航空軍は外部の民間団体が目標を設定することに断固として反対していた。ルーズベルト自身もそのような提案を拒否していた。 1945年3月、ローテンブルクオップで当たウバーは、ドイツ兵によって守られていた。マクロイは、ローテンブルクの歴史的重要性と、美しさを知っていたため、陸軍のジェイコブ・エルデバース将軍に、ローテンブルク攻略に大砲を使わないように命じた。後に名誉勲章を受章するフランクバーク大隊長は、第4師団第12不評連隊の兵士6名に、3時間で、 ローテンブルクへ行き、降伏を交渉するよう命じた。ドイツ語に堪能なライシーに当兵が白旗を掲げて、ローテンブルクのドイツ兵に接近し、交渉を開始した。我々は師団長の代理です。あなた方がローテンブルクの街を守らないなら、砲撃や爆撃をしないという提案をお持ちしました。我々はこのメッセージをあなたに伝えるために3時間を与えられています。 もし18時までに戦線に戻らなければ、街は空襲され、砲撃されるでしょう。ドイツ軍守備隊長のソムズ少佐は、ヒトラーのすべての街は最後まで戦え、という命令を無視して、降伏を受け入れ、それによって、砲撃による全壊から街を救った。1945年4月17日、アメリカ軍第4師団第12不評連隊が、この街を占領した。 1948年11月、マクロイは、ローテンブルクの名誉市民に選ばれた。マクロイは、トルーマン大統領に、日本本土への侵攻は賢明ではないと説得した。1945年半ばになると、日本は、戦争を終わらせる方法を模索し始め、日米和平の仲介をソ連に依頼するまでになっていた。マクロイは、解読した、日本の通信によって、天皇による、 当地の保障があれば、日本に降伏する用意があることを知っていた。そこで、マクロイはトルーマンに、日本への原子爆弾投下という暗黙の脅しと、国体語事の保障をセットにした、降伏条件を提示するよう助言した。そうすれば、日本の本土侵攻を阻止するために、原爆投下が必要になったとき、アメリカが道徳的に優位に立てると主張したのである。しかし、 マンハッタイ計画の責任者の一人だった、ジェームズ・ F ・バーンズ国務長官は、ポツダム会談に向かう船の中で、マクロイの助言を無視するようトルーマンを説得した。最終的にトルーマンは、準備ができ次第、日本に原爆を投下するように命じた。1945年、マクロイとスティムソンは、トルーマン大統領を説得し、猛元層プランを却下して、 ドイツの産業力を奪うことを避けさせた。1947年3月から1949年6月まで、マクロイは世界銀行の第二大総裁を務めた。当時、セギンはまだ新しい組織であり、前総裁の友人メアは、理事との対立から、就任半年で辞任した。この状況を打開するために招聘されたマクロイは、セギンを、 経済的に効率の良い事業に資金を提供する機関にすることを決意した。マクロイは総裁在任中にウォール街との関係を築き、各国の国債に対する会議的な見方を払拭し、数億ドルの国債を売りさばいた。しかし、1948年にマーシャルプランによる連合国への莫大な経済支援が始まり、世銀が提供できる投資額を超えてしまったため、 マクロイは世任を去ることになった。トルーマン大統領、ディーン・アチソン国務長官とオーバルオフィスで会談する、マクロイ1949年9月2日。マクロイは、それまでの5人の軍政府司令官に代わって、新設された対戦領土一高等弁務官に就任し、1952年8月1日まで、その職を務めた。マクロイは、 1949年5月23日に成立したドイツ連邦共和国の発足を監督した。ドイツ政府からの強い要請を受けて、著名な実業家のフリードリヒ・フリックや、アルフリート・クルップ、アインザッツ・グルッペン指揮官、マルティン・ザントベルガーなどのナチス犯罪者の恩赦や原型の勧告を承認した。マクロイは、クルップとフリックの全財産の返還を認めた。 親衛隊の名誉隊員、エルンスト・フォンバイツ・ゼッカー、マルメディ虐殺事件で大量殺人の罪に問われた、ヨーゼフ・リートリヒト・ヨアヒム・パイパーも、恩赦を与えられた。また、エトムント・フェーゼン・マイヤーも、恩赦を受けた。ニュルンベルク裁判判事のウィリアム・ J ・ウィルキンスは次の、ように書いている。1951年2月のある日、中ドイツ高等弁務官ジョン・ J ・マクロイが、 没収を命じられていたクルップの資産をすべて復帰させたというニュースを新聞で読んだ時の私の驚きを想像してほしい。ウルム造形学校マクロイはインゲ・アイヒャーショル、オトル、アイヒャー、マックスビルが主導したウルム造形学校の設立を支援した。HFG ウルムはバウハウスに次いで世界で最も影響力のあるデザインスクールであるとされている。創設者たちは バルター・グロピウスの仲介で、アメリカの在ドイツ高等弁務官事務所に支援を求めた。マクロイは、この試みを第1号プロジェクトとみなし、アメリカの例に倣って、大学とキャンパスを組み合わせることを指示した。1952年、ショルはマクロイから100万ドイツマルクの小切手を受け取った。ドイツでの任務を終えた後、1953年から1960年まで、 チェースマン発端銀行の会長、1958年から1965年までは、フォード財団の会長を務めた。また、1946年から1949年までと1953年から1958年まで、ロックフェラー財団の評議員を務めた。1953年に最高裁判所長官、フレデリック・ビンソンが亡くなった後、アイゼンハワー大統領は、 公認としてマクロイの起用を検討したが、マクロイは大企業に有利な立場にあるとみなされ、却下された。1954年から1 9 7 0年までは外交問題評議会議長を務めた。その公認には、ジェイス銀行で密接に関わっていたデイビッド・ロックフェラーが任命された。マクロイはロックフェラー家との付き合いが長く、ハーバード時代にはロックフェラー兄弟に、 ヨットの乗り方を教えていた。ホワイトハウスの核技術で自らの意見を述べるマクロイまた、1958年にアイゼンハワーが結成したドレイパー委員会の委員でもあった。その後、ジョン・ F ・ケネリリンドン・ジョンソン、リチャード・ニクソン、ジミー・カーター、ロナルド・レーガンといった歴代大統領の顧問を務め、 大統領軍縮委員会では主要な交渉者として活躍した。1966年から1968年までパリに拠点を置くアトランティック国際問題研究所の名誉会長を務めていた。1967年末、リンドン・ジョンソン大統領は国連大使にマクロイの起用を検討し、ディーン・ラスク国務長官からこの件について打診されたが、 マクロイはその申し出を断った。ジョンソン大統領に報告書を提出するウォーレン委員会の委員。左端がマクロイ。マクロイは1963年11月下旬にジョンソン大統領からケネリィ大統領暗殺事件を調査するウォーレン委員会の委員に選ばれた。マクロイは当初オズワルド単独反説に会議的だったが、 同じく委員会に参加していた旧友の CIA のベテラン、アレン・ウェルシュ・ダレスとダラスを訪れた際に、これはオズワルドにとって不利な事件であることを確信したという。少数派の反対意見を避けるために、マクロイは最終的な合意形成を仲介し、最終報告書の使用結論の重要な文言を決めた。マクロイは、 陰謀の証拠となり得るものは FBI や CIA をはじめとするアメリカのすべての捜査機関や委員会の手の届かないところにあると述べた。1975年 CBS のエリック・セバライドとのインタビューでマクロイはこの暗殺事件ほど完全に証明されたと思った事件はないと語っている。また、この暗殺事件の陰謀説を広めた書物をただのナンセンスと評している。 マクロイは、ロックフェラー系のニューヨークの著名な法律事務所である、ミルバンクツイード・ハドリー・マクロイ法律事務所のネームパートナーとなった。1945年から1947年まで、ここで働き、ウォーレン委員会に参加した後、1989年に、亡くなるまでの27年間、ゼネラルパートナーを務めた。その中で、エクソンをはじめとする主要な国際石油資本、 セブンシスターズのために、リビアの油田国有化運動との初期の対立や、サウジアラビアやオペックとの交渉を担当した。マクロイは、放送会での地位、ロックフェラー家との長い付き合い、大統領顧問としての経験などから、アメリカのエスタブリッシュメントの会長と呼ばれることもあった。1930年、マクロイは、エレン・ジンザーと結婚した。エレンは、 ニューヨーク州ヘイスティングソン・ハドソン出身で、スミス大学を1918年に卒業した。エレンとの間には、ジョン・ジェイ・マクロイ2世とエレン・ゼット・マクロイの2人の子供がいた。マクロイは1989年3月11日午後12時15分、クリニーチの自宅で排水種のために亡くなった。妻は、その数年前に、パーキンソン病により87歳で亡くなっていた。 西ドイツのリハルト・フォンバイツ・ゼッカー大統領とアメリカのロナルド・レーガン大統領が見守る中、ベルリンの名誉市民として表彰されるマクロイ・マクロイは、党派にこだわらず、両党の大統領に仕えた。共和党員でありながら、第二次世界大戦中は民主党政権下における陸軍省の2番目の高官として活躍した。マクロイは、他のワイズメンたちと同様に、 しばしば政府からの報酬の呼びかけに応じた。マクロイは陸軍省や在ドイツ高等弁務官など政府の仕事に就くためにウォール街での職を辞した。また、マクロイは中央情報局の前身となる組織の設立に貢献したことでも知られている。マクロイは1940年代初頭ヘンリー・スティムソンから各情報機関の間の政治的緊張関係を 整理するように命じられた。当時、陸海軍の各長官と FBI 長官のジョン・エドガー・フーバーの間で政治的な内紛や管轄権争いが起きていた。この問題を整理するために、マクロイはウィリアム・ドノバンと共に、それらの情報の融合と合理化を試み、イギリスの情報機関をモデルにした新しい情報プログラム、戦略情報局を創設した。 戦略情報局への一元化は、1947年の国家安全保障法に基づく中央情報局設立の青写真となった。アメリカ合衆国への貢献が認められ、1963年12月6日、リンドン・ジョンソン大統領から栄誉賞付きの大統領自由勲章が授与された。同年、戦略情報局協会のウィリアム・ジェイド・ノバン賞を受賞した。また、 1963年には国会の貢献が認められ、陸軍士官学校からシルベイナス聖夜賞を受賞している。さらに、地域社会における弁護士の名誉と地位の向上に多大な貢献をしたことが認められ、ニューヨーク市弁護士会の協会メダルを受賞している。90歳の誕生日にホワイトハウスの庭で、ロナルド・レーガン大統領が見守る中、 西ドイツ大統領のリハルト・フォンバイツ・ゼッカー、西ベルリン市長のエーベルハルト・ディープゲンから、ベルリンの名誉市民に任命された。レーガンは、ジョン・マクロイの無視の心が、何百万人もの人々の生活に永続的な変化をもたらしたと振り返り、同郷の皆さん、そして献身的な任務と人類の大義のおかげで、生活がより安全になった、世界中の何百万人もの人々のために、と、 マクロイに代わって感謝の言葉を述べた。ジョン・マクロイの名誉市民としての表彰状には、ジョン・マクロイはこの町の復興と発展に深く関わっている。彼の献身的な活動は、アメリカ合衆国のベルリンに対する理解を深め、平和と自由の維持に大きく貢献したと書かれている。所管演説、ありがとうございます。